おかわりください。323杯目。皆様こんばんは。12月20日木曜日夜9時を回りました。 FM 小座のスタジオからおかわりください、生放送で今日もお送りいたします。ということでですね、今までこの番組というかこの FM 小座を聞いててくださった方は分かると思いますが、前の番組ダイゴ&トモヒロアワー with H とですね、今日は1時間おかわりくださいをつないで、私ナミーと私ダイゴと、はい、with H ひとしでございます。はい、ね、前の番組ではなんといつきちゃんのご両親を招くという海の親でございます。そう、まああれですよ、うちの両親来るみたいな感じなので、うんうん、ちょっとびっくりなんですけど、すごいっすね、ちょっと怖いなっていう、まあでもいつも笑ってね聞いてたんじゃないかなと思います。ということで楽しい1時間でしたが、はい、この後もね、今日は番組つないでお話ししていきたいと思います。いや1時間あっという間でしたね、お父さんお母さん。ただやっぱりこの後半になってくるとお父さんお母さんこのどんどんこの出てきたので、エンジンがね、そうエンジンが温めてたね。最後やっぱちょっとあまだ続けたいっていう気持ちがすごいなるね。そうだね、はい、まあ来年もまた出てくれるということ、はい、っていうか呼びましょう。はい、ということで前の番組1時間喋り倒したので、はい、大吾さんのゲストさん、はい、そうなんですよ。もうごめんなさいね、僕らの番組で僕のねこうモアイ仲間のねお店を紹介したいので今日来てくださいということでね、ゲストとして呼んだんだけど、1時間ね枠をねやっぱり計算もできなかった。だからちょっとナミさんにねちょっとお時間をお借りして、僕らのゲストでありましたが、カフェナンクルのねオーナーのねみゆきさんに、今日はねちょっと来ていただきました。ね、ちょっとねお店の紹介等をねしていただこうと思っております。さあみゆきさんちょっと声をください。はい、みゆきです。さっきまでずっと黙ってたので声が出ません。よろしくお願いします。近めでもっと近づく、はいはい、さあ僕ねよく行くんですよ、お昼ご飯を食べに行くんですけど、はい、カフェナンクルでいいですか。ガーデンカフェ、そう、ガーデンカフェがあります。ガーデンカフェ、うん、ナンクルといってね、場所がですね、ミキさん説明をお願いいたします。うるま市アザグシ川です。はい、アザグシ川、そう、ね、場所がねちょっとね1回目でじゃちょっと分かりにくい場所にあるので、うるま市にちょっと馴染みのない人にはちょっと難しいかな。はいはいはい、うん、そう、場所の説明を。朝という、朝は分かりました。朝、うん、ですね、うん、まあ大体みんな揚田十字路とか、はいはいはい、前原高校は分かると思うんですけど、はいはい、その前原高校の前を、うん、余活向けに、余活向けに行きましょう、まっすぐ行っていただいて、はい、で左側に多摩三栄があります。多摩のね食品館の三栄があります。食品館の三栄さんがあって、はい、でそのすぐ先の信号を、うん、左にまっすぐ、海中道路に向けて、わかりやすい、うん、海中道路向けね、左に曲がりましょう。だいたいその信号から800メートルぐらい右側に黄色い縦看板があります、はい、ナンクルとね、ローマ字表記でされてますね。ローマ字表記なんで、はい、結構年配の方が読めなくって、うんうん、その看板を通り過ぎてとか看板の手前を U ターンしてとかなかなかたどり着けないっていう、うん、今日3回目ですから。私の説明が悪いってさっき言われたんですけどね。いやいや、ね、もう多分聞いて分かると思うんですけど、かなりの天然でですね、僕モアイの仲間で毎月1回ねこう集まってこうお酒を飲みながらお話しするんですけど、で先週ですかねお店の方にねお邪魔した時にやっぱりご飯がすげえうまいんですよ。ありがとうございます。で、ね、前回はね日替わりにして日替わりで、おまかせ、おまかせですね、うん、おまかせですね、で手びちっていうメニューがあって、うんうん、これもまた
抜群に美味しいんですけど、うん、で最近ですよ牛汁を始めたんですよね。そうなんです。2ヶ月、11月ぐらいから牛汁を始めてみました、うんうん、どうですか牛汁の好評の方は。牛汁やっぱり男性の方が、うんね、いいですね、うん、あの今まで女性のお客さんばっかりだったんで、うんうんうん、ちょっと男性客もちょっと狙おうかなっていうので、まあちょっとねあのお店的にね、うんうん、あのカフェっていうちょっと構えなん で女性ばっかりなんで、うん、男性の方がちょっと気遅れするような雰囲気もあるんだけど、うんうん、でもゆっくり食べていただければと。名前がねやっぱガーデンカフェってあって庭がすごい広いんですよ、うん、でその庭にですよあの陶器の置物、あの要は天使のモチーフにした大きい置物、陶器のね、うん、だったりメルヘンチックな作りになってるんですよ。なんかあのビーナスとか、ビーナスとか、そう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 、なんかちょっと西洋風、ヨーロッパ風みたいな、でそういうお店で、うん、だ男一人で最初行った時にはあまずったかなと思ったんだけどでも料理のボリュームはもう男性がもう満足できるぐらいのかなりボリューミーな感じ でおかわりもできる、ご飯のおかわりができるので、うん、そうなんです ね、 そうそうね、ぜひねちょっと足を運んでいただければなと思っております。よろしくお願いします、うん、でですよ今後ですよちょっといろいろプランも考えて、ちょっと年末には間に合わないですけど、あのまあ、忘年会をね来年は、まあ、やれるような形で貸し切りとかもね、うん、で新年会からは、まあ、もう受付いけそうですね。そう、要相談で例えば2500円とか3000円で飲み放題で料理何品つけてよみたいなご相談も、はい、受けます。ミキさんの方ね、うん、受けれるので、うん、まあ、普段は夜やってないので、うんうん、ランチのみなんですけど、そうですね、もうそういうあの、まあ、モアイとか、うん、あとそういう新年会とかそういうのであの受けようかなと思ってますので、はい、じゃあですよ、ぜひよろしくお願いします。連絡先をお伝えしましょうか。はい電話番号が 098-973-4065 です、うん、もう一回お願いします、はい、098-973-4065 です。はい、ガーデンカフェナンクル、はい、ぜひぜひ。定休日は営業時間を教えてもらえれば、ね、はい、はい、定休日が日曜日と第4土曜日で、普段は11時半から3時までの営業、ランチのみの営業になってます。はい、てん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 、はい、ナンクルからのお知らせでございましたツイキャスコメント来てるのでちょっとご紹介したいんですけど、チュグミーさんからよく通る道で気になってるお店でした、今度行ってみますっていう。おありがとうございます。さっきほどの、ね、番組にもコメントいただいてました、うん、イミッチおじさんがへーめっちゃ行ってみたい、体が大きめですが割増料金出るかしらっていうことですが、多分ねイミッチおじさん僕がね結構本当にお腹いっぱいする量なので多分同じぐらいの体の大きさだから多分満足いくと思います。ぜひね本当にねあのまだねこううるましのねナンクルがまだ知名度がまだねそこまで、うん、中でもお客さんいっぱいなんだよいつも、うん、だけど女性客がねまだ多かったりとか地元のこの、ね、おばさんたちも集まったりするんだけど、うんうんうん、もっといろんな人にねこういいお店知ってもらいたいなと思って、うん、今日はちょっと強引にね今日来て、うん、てん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 やっぱねガーデンカフェナンクルからのお知らせでしたじゃあみゆきさん本当今日ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、はい、またぜひ遊びに来てください。はい、はい、ということでなんかこの音が鳴ってたのがちょっとすごいウケたんですけど多分ねお店の問い合わせの電話がじゃんじゃん鳴り響いてるっていうことでいいんでしょうかね、はい、なんかいつもの進行とちょっと違うんですが、まあとりあえずわちゃわちゃしたままなんですよ。もう大気が全くもって把握できてないよ ね、 、はい、ね今日の感じ ね、 ね、うん、いつものね、うんうん、みたいな感じ感じのトークとは違いますよね。はい、まああのまあでも今日も皆様からのリクエストとメッセージは受け付けておりますメールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお待ちしております。 YouTube ライブとツイキャスでも配信しておりますのでよかったらそちらもご覧ください。なんか勢いでさ本当にさこの2番組続けたからさ進んでますよ、ね、どうしていいかわからないんだけど、まあ、とりあえず大吾さんからも今日お菓子いただいてるのでそれの紹介しておきましょうかね、うん、はい、はい、私がずっと食べたいなと思いながら
ちょっと高いなと思ってたお菓子を大吾さんが持ってきてくれたんで、ちょっと嬉しいです。ルックサロンドゥルックですね。いちごとピスタチオのケーキ、華やか仕立て。ケーキって言ってますけどチョコレートです。騙されてはいけません皆さん。うーん、まあ、でもルックって言ったらね、そうよくみんな食べるルックチョコレート、ルックチョコレート。本格的なデザートの美味しさを大粒ショコラで味わうサロンドゥルック、一粒で満足感と幸福感をお届けする自分へのご褒美ルックです。にぎやかやな大丈夫なのかな。そしてベイクのあまおういちご味が来ておりますね。それとこれずっと常温で置いてたけど大丈夫かな。なんだそれ。欅坂46抹茶サンド。そんなあ、大輝は抹茶好きだからよかったね欅坂にはそんなに興味はない、はい、欅坂は分かんないですね。分かんないですね。はい、まだ大丈夫ですねはい、後ほどまたこれ食べてからお話ししていきたいと思います。そしてさっきね、いつきのご両親からもらったクロワッサン、めっちゃ美味しかったですね。美味しかったです。結構じゃクロワッサンを夜食べるとしなっとしてるかなと思うけど、めっちゃパリパリだった。パリパリは、しっかりと残ってて、まあ、那覇にあるクイニーっていうクロワッサンの専門店のお店、有名店ですけれども、そちらがわざわざ買いに行ってくれたそうです。ね、はい、すごい。それもお父さんのおすすめおすすめというお父さんやっぱさすがですね。そうそう、お母さんがね、明日朝温めて食べても美味しいって言ってたよって、今日が美味しいってお父さん横で言ってました。お父さんだったんですね。そう、お母さんと思ったら、お父さんが推しだったみたいな。まあでもあの、そうそう、イミッチャさん種類のあるやつですよ。まあでもね、面白かったね。なんであの2人はそんなに緊張せずに、うん、そうですね、本当にどちらも普通に聞いてました、聞いてました。不思議じゃない？不思議ですね。いや、特にお母さんの方は本当にいつきさん海の親、海、まさに、あ、海の親ってこういう感じなんだろうなっていうふうにして思いましたけど、本当にまた遊びに来てもらいたいと思います、うん、また本当にこのお父さんとお母さん揃ってお話ししてもらうとバランスがいいですよね。あ、そう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 、こう掛け合いが、そう、掛け合いというか見事、お父さんお父さんにすごい落ち着いて、ね、話もするし、愛の手がちゃんと入ってくるっていうね、すごいな、あれからいつきが出てきたまあね、姿形は見えないけれども、確実にこう私たちに何かを残して、まあ今日もここにうろうろしてるんじゃないかと思う、その辺でね、いるかと思いますけれども、今日ちょっと空調が効きすぎてる感じがしますけどもそんなことはないなんか、ね、若干暑いもんいろいろ暑いです。さあ今日メール早速いただいてるのでご紹介したいと思います、324回目、あ、これ324回目だ今日。私はオープニング間違えた。あら、でも大丈夫。はい、こんばんは、奈美さん、新一郎さん、台所の大輝くん、おかわりネーム銀のトロンボーンです。奈美さん、新一郎さん、大輝くん、今夜は少し暖かく感じますね。夜中に雨でも降るのかな。さて今宵もリクエスト、黒沢俊夫さんの時には娼婦のように、西城秀樹さんの愛の園、郷ひろみさんの金緑、田原俊彦さんの騎士道、ヘンリー・マンシーニさんのひまわりのうちどれかをよろしくお願いします、ということでいただきました、はい、まあ、これを検索を多分大輝くんはしてくれてると思うんですけれども、後ほどちょっと確認して検討したいと思います、はい、かけるとは言わない検討には検討は検討に検討を重ねたいと思います。はい、さあ、まあ、とりあえず状況を立て直すために、はい、ここで一旦 CM。 曲がね、先週オンリータイムかけてない、ね、オンリータイムからやりましょう。了解です。泳げたい焼き感とかもある。二人の絵始めてみましたね、ひとえさんとなあみさん。そうだね大吾さんが入ってることはね、たまにあるけど、うん、ジェヨンさん返したんだね。話せる分もくちゃ。たい焼きくんとかなんか、あ、いつもらいましたっけ。知らない。見せてきましょうね。知らない。おお、この数少ないやつだよ。はい。あ、ありがとうございます。え、何個ですか。
あ8個ぐらいしか。あ、話せるべき久々。甘いやつでしょ、舐めたら、うん、新一郎連絡もないんだ。いいはずさから、出席率の話してるときちょっと切なかった。そうだね、ナミさんはね、もうほぼ 100% なんだけど、うん、出席率20回来てないんじゃないかな、新一郎。多分18回ぐらいじゃない。ティッシュ話せればもったいない。お代わりください。生放送でお送りしております。今手が汚れてどうしようもなくなってぼーっとしてます。はい、ね、今日は2番組急遽続けてお送りするということなんですが、はい、年末皆さん、さっきの番組でもね、今週1週間どんな1週間でしたかっていう話をしてましたけれども、私先週、今週か、献血に行ってきたんですよ。お、献血、はい、SNS でね、私 B 型なんですけど、うんうん、ちょっと B 型の血小板が足りないので、不足しておりますっていうやつですね、やってくださいっていうのが回ってきまして、うんうん、私もう若かりし頃趣味が献血だったんですね。あ、言ってました、言ってますよね。なので、これは行かなきゃと思って、うんうん、まあ、休みの日にちょっと行ってきたんですけど、そうしましたら、献血ルームって行ったことあります？あります。献血ルーム、僕献血やったことない、やったことない、うん、献血ルームの看護師さんって明るい人多いのよ。あー、なんか話しかけてくる、すごい話しかけてフレンドリーな人がとても多くて、はい、病院よりも多分こうね、重篤な患者さんが来るわけでもない、うん、そんな問題児が来るわけでもないじゃない、うん、そのね、設備的に全人だけが来ますから、ね、そうなので、そういう感じの人が多いんだけど、で その時にヘモグロビンがすごい多いですねって言って男性並みですって言われて男性並みのヘモグロビンですよって褒められて、なんかこの値見てくださいみたいな、はい、これが標準で、ほらあなたのこれだけあるって。あ、そういうものも数値で見れるんですね。そう、要はそのヘモグロビンの量が少ないと献血をお断りする場合がありますよっていう基準らしいんですけど、うん、この採血1回検査をするときにね、はいはい、で、まあ、要は貧血にはならないので、うん、まあ、すごくいいことだっていうことで褒められたので、まあ、嬉しかったんですけど、男性並み、男性並みと言われるとそこまでいくとって、そう言われると、うん、ちょっと恥ずかしいが、すごい多い、すごい多いって喜ばれたので、ちょっとどうしようかな。まあでも、まあ、普通の献血カード、まあ、でも回数でいうと多分60回ぐらいはしてるんですよ、私。ちょっと間隔は空いたんですけど、うんうん、でその、ね、時あまり最近は行けてなかったので、まあ、来年からはキャンプと献血を主に生きていこうと思って、献血の方も、はい、そうそう、もう人に 役に立つことなんて、そうそうね、この人生においてもう残り少ないんでね、うん、ないと思うのでそういう感じでやっていこうかと思いますっていうお話でした。献血ね、僕やったことないっていうのは、昔子供の頃すごい注射が嫌いで、小学生の頃とか体育館とかで注射、あ、ありますあります、やりますよね。その時に体育館中を走り回って逃げ回ったっていう、あ、みんなを恐怖に陥れるやつだ、記憶があるんですけども、それ以来ちょっと苦手だったんですけど、さすがに大人になってくるとね、いろいろ健康診断とか毎年受けますので、いい加減、平気になってきたので、だったら献血もいけるかなって。針がちょっと太いからね。あ、そうなんですか。あ、いやいや、気持ちいい。せっかく行こうと思いかけてたのに、シャーペンのあれがあるさ、芯、はい、芯っていうか芯が出てくるところ、うんうん、あれよりちょっと太いぐらい。あ、普通に採血する時の健康診断の採血よりは太い。
献血はね、献血は太い、うん、ちょっと痛いと思う、検査する時のやつよりはちょっと痛いと思う。 あれは全然平気なんですけどね、うん、検査でもあの飲み物飲み放題だし、チンスコ食べ放題だからすごいお菓子もらえる。そう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 、延々。ただね、あのさあ飲み物飲もうとかっていう時に呼ばれたりするので、ああーとかってちょっとタイミングを見てほしいなと思ったりはするんですけど、まああの行ったら行ったでね、ラップがもらえたりとかね。ラップ、え、ラップとかなんか選べるわけよ。ジップロックもらえたり、タオルがもらえたりとか、はいはい、別にそれもらいに行ってるわけではないんですけどな、ほらいいことして感謝されて、うん、なおかつ物ももらえて、うん、飲み物も飲めてお菓子も食べれる、うんうん、最高に自尊心が保たれます、ね、そう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 、もう、ま、その私みたいな卑屈な人間にとってはね、この上ない喜びなわけですよなので本当に来年はね、その献血行ってみよう、うん、やろうかなって。あとね、うん、駐車券、あの提携してる駐車場に止めれば、はい、その献血にかかってる時間内、うん、無料になるので、あの駐車場高い、うん、あの雲寺周辺ですよ、うんうんうん、ね、あそこの駐車場料金がタダになると思えば、うん、ちょっとハードルは低くなるじゃないですか。そこの心配はないってことですね。そう、バスで行くとかさ、そこまで考えるとめんどくさいじゃん、うんうん、でも駐車料金はあのちゃんと提携してるところであればあの無料になるので、皆様ぜひ、あの年末年始血液不足するらしいので、うん、またちょっと久々にこの献血活動はキャンプ同様頑張っていきたいと思います、はいはい、山ちゃんさんは、年中貧血な私には夢のような話です、献血って、ね、あの女性は断られる方結構いるんですよ、やっぱりあの、はいはい、受付のところで、うんうん、なおかつあの200、400って200、400成分献血って3種類あるんです、基本的に取る量が変わってくる。私ね、あのだから体重制限とかもあるんですよね、何キロ以上ないとできないとか、はいはい、もう私の場合は400お願いできますかとかって結構言われるタイプ向こうからはいお願いされる、そう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 、まあね、時間もあるしいいですよ、うん、体力もあるし、うん、ただあの体調だけは整えていかなきゃいけないので、薬を飲んでないとか、あの睡眠ちゃんと取ったとか、ご飯をちゃんと食べてきたとか、まあ献血して貧血になったりとかして大変なのでね、まあその辺ちょっと整えないといけないですけど、ちぐみさんもそうですよ、キロ問題があって未経験ですって、あなんで食べて太ったらいいさイミッチャさんは二十歳の献血する前まで母ちゃんに、あなた B 型と育てられてたのに、献血の時にあなた O 型よって事実を伝えられました、学生の頃には血液型占いで B 型あるあるに、俺もあるあると思ってたのに O 型だったとは、うんうん、そうですよね、うん、そういうこともあるんだ。あ、じゃあ俺もひょっとしたら違うかもしれない、案外ねいやでも大丈夫じゃない、わかんないですけど、いやまあでもそんな感じですよ。忘年会とか皆さんね今頃されてるので、はい、うんうん、まあそういう話がいろいろあるでしょうけれども、うん、はい、まあね私の場合ただただ忙しいので、ああもう本当にこの忘年会とかそういったものを入れる隙間は、忘年会っていうのはほぼほぼ社会人になって経験したことがないんですよ。ああ新年会とかはただあります、うんうんうん、もしくは11月の前半ぐらいに年末頑張ろう会みたいなのはあったりはしました。実際ね忘年会がなかなかないんですよ。モアイとかもしてないし、してる時はちょっとあったりはしましたけど、うんうんうん、まあ、だからといっても寂しいわけでもないですけど、うん、ちょっと乗り遅れた感はありますよね。あ、うん、周りはねどんどん忘年会行ってきたよって話がある中で、そうそうそう、だから過去2年ぐらいはあれですよ、忘年会 FM 講座の忘年会ぐらいしか出たことない、はいはいはい、今年はねちょっとあの欠席させていただきましたけれど、うん、うん、そんな感じですね。 2年前の時はねあの お祝いもありましたし、そうそうそう、表彰があったので、そうなんですよ、うん、うんこのかぶり物まだそこの引き出しなんですけどねどうしたらいいかわからないまま入れっぱなしにしてますけどまあいっか。さあじゃあ曲をおかけしたいと思います。先週ですね久しぶりに恋するかちゃんさんからいただいてましたリクエスト、えんやでオンリータイム。
はい、先週恋するかっちゃんさんからいただいていましたリクエスト、エンヤでオンリータイムお届けしました。ナメさん、さっきさ携帯の電話鳴ってたの覚えてる？チロリロチロリロ鳴っとったよ、うん、あれいつきのお母さんの携帯だったマジか、マジ、ね、今取りに来てた最後まで残していきやがったと思ってさ僕のねほらゲストでねみゆきさんさっき紹介したでしょ、みゆきさんだと思ったわけさ、うん、晩電源切ってよと思ったらさいつきのお母ちゃんのだった前番組から、うん、はい、じゃあリンボーさんが来てますよ、うん、あ、リンボーさん、リンボーさん、リンボーさん、なんかね年末感出てきましたね、うん、出てきましたね急にね、はい、こんばんはやっぱり半袖ですね、さっき五木の父ちゃんと母ちゃん来てたんですよ、そうそうそう、噂をすれば、誰だろうでしょ、え、五木います泣いてたくせに言うな愛してる、愛してる、ないけど見せるけど、ない父ちゃんも一緒だよね、何の愛してる、今日今日はあのあれですよ、前前の番組とちょっとつなげて、そうそう、奈美さんの時間まで攻めてみました。前の番組してね。こいつらのこいつらの番組ですよ。僕らの番組ですよ。70落ち着いて。落ち着いたこと一回もないから。初めましてのゲストですよね。初めましてのゲストというか、まあ、しょっちゅうその辺ではお会いしてますけれども。ありがとう。勝手に来るんかい。ありがとうって言えば何でもいいと思ってるじゃないですか。まあ、ケーキ好きですからね。面白いな。どうですか、年末、リンボーさん。え、今明日からよ。うん。明日から。山どっか行くの。あ、明日からですか。どこに、どちらに行かれるんですか、今回は。東京、東京です。すごいね、自分から振ったよね、今ね。うん、どこに行くって、山どっか行く。うん、大和に。はい、大和に。帰ってくれたら一番いいんだけど。いやいや、もう。向こうで幸せになってもらいたいと僕ら全員思ってほんとよ、一応素敵な綺麗な女性がいるとこ知ってるから、ああそうなんですか、うん、でもほら昨日携帯壊して連絡先知らないっつって言ってたじゃないですか、でも今日よ、はい、実は素敵な人がいるんですよ、素敵な人が豚みたいな形、やめなさいよ怒られればいいのにこの人いちょっとあの、うん、正直言って、うんうん、今ライブ行く金融関係に素敵な人がいるんですよ、金融関係の素敵な人、おいい素敵じゃないですか、いろいろ心配な気がしてきましたけど、金融関係が素敵だよ、うんうん、でも形はあんまり素敵じゃないですどこに惚れてんすか仕事ないよ、いや職業に惚れてんすか、銀行の取ろうからって思ってるやめなさいよマジで捕まればいいのにこの人いやでも寒いんじゃないですか、大和は行ったことないか分からないあるでしょ月1ぐらいで行ってるんですよ、だいたい今行っても今行って寒いからすごく、あいや寒いじゃないですか、今寒いらしいですよ、向こう靴下履いてるんですよ、そう待って待ってちょっと見たい、初めて見た、あ本当だ、いや本当は履きたくなかったんだけど一応よ、どうしたんですか、待って靴下履いて島ぞり履いてないよなちょっとチェックしてない、あちゃあ俺大丈夫、あれあちゃあやめてよ、ちょっと明日の練習してんじゃないでしょうねもしかして慣れないから、ね、慣れないから崩れするかもね、靴下履いたらね、こんな草すい夏やね、はあ、何笑ってたのなんでこう暑いのかな、暑いですね、先週僕寒かったと思ったんですけど今週また暑いですね、なんか俺間違ったこと言ってます今さっきから話振られてさ答えたらさうんちらさでもうちの味がちょっと熱くなってるんですか、まあ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 確かに確かに、なんか関わりたくないけど熱いっていう、関わりとは関わりとは何の関わりなんですか、関わってもいいのかどうかっていう、人と人とですか、歯じゃない何なんですか今、いやいや行きそうなったんか何なんですか今、琉球って国の話、ああジャスンマが多分、ああそういうことですね、真面目な話もやっぱりリモさんするんですね、年一ぐらい、年一ぐらい貴重な年一がまさかこの場で、今年末ですからね、でもできとるんちゃうの年末ね、まあ、
適当にどうにかなるんですかね。違う違う違う。わったがし試合になって 2,30 年後にいっちゃうんだよ。いや、まあ、わかんないですけどね。それはわかりませんけど。でもリモさん行ったらもう 2,3 日帰ってこないんですよね。明日から行ったら来週まで。言い方おかしいよ。何ですか何ですか。2,3 日帰ってこないよって言う、うん、行ってもすぐ明日帰ってくるかもしれない。ちょっとしばらく向こうにいてもらっていいですか。なるべくゆっくりしてきていただきたい。あ、行ってあちゃ三原専務の方が電話あったんですよ今日。うん、どうでもいいってできないって言えばできないって向こうで動画を、うんうん、その三原専務って蕎麦屋さんがスポンサーについてるんですけど、うん、マーニネラのでそこと電話よくつなぐんですよね、うん、で今回は動画あのスカイプで動画を映して、うん、こうこっちでも見れるようにしようって言ってどうでもいいんだよね。一応断りましたけど。見てもしょうがないです。スポンサーの要望断るなよ。どうでもいいんだよね。大したね。おっぱいが素敵な人がいっぱいいれば別に可愛くちゃければ OK だけどって。ちょっと。いろいろごめんなさい。なんかね、ちょっとあのいろいろ説明しますと、人数がいろいろいるのでまず、はいはいはい、まず普段の番組、普段の番組をお座りくださいなんですけど、タイトル別につけようかっていうぐらいありますよね今。これいいよ。怒られた。真面目な話する、真面目な話ちゃうんばさっきから、さっきから真面目な話してないですよ一言も。この木曜日真面目な番組ないんですから、うん、あ、そうもそうそうですよ。まあお菓子がどちらかってどうかと思います。さっきからいるんですよ。酒飲んでもたっぷり飲んできたんじゃないですか今日。今ちょっとゲップしたでしょ。いやいやバレてますからね。いや俺ね言いたいことあるもん。ないっすよないっすよ。いつもないわ。リンボさんに別にもう好きにしてくださいとしか言いようがないですよ。あるとしたらこれからあのこの番組は何の番組なの。これはおかわりくださいっていうこと。じゃあこっちさびら。ああ、いいっすね。もうあれだよね、多分何喋ってるかわからないよね、ツイキャス見てる人たちはね。大変でしょ。なっけりあの酔っ払いが乱入してると思ってる方すいません、違いますよ、はい、一応。いつもこうなんす、いつもいつもこうなんでね。いや、こんなに気持ちが、ね、ある人、うん、リンボーさんなんかリクエストないんですか、聞きたい曲。僕のリクエスト、うん、一体ぬ、まあ、ぬかけても見ようじゃないよ。いやいや、もう、うん、この番組なんでもいいですよ、演歌でも。そうそう、じゃあムードかよでも、比嘉芳弘でもやめてくれ。やめてくれ。今歌ってるから生で。比嘉芳もアウトだから、ね。アウト。いやいや、中央向いてライブ。今やってるんですよね。やってます。毎週木曜日ね。もう長いですよね、吉弘さんも。いつからやってるの。多分 4,5 年やってるんですよ。奥さんは奥さん。あれな、奥さん一番のメインは奥さんが。あ、奥さん、そうそう、いい奥さんね。パワフル、はい、パワフルないい奥さん、ね。吉弘さんの奥さん見たことない。嘘、そっくりですよ、吉弘さん。嘘だろ。マジマジマジ。やだ、鍵で。いや、誰も言ってない。で一応やってるから、まあみんなで行くか行かないかでいいんだけど。行かないですか。というよりじゃあ何聞く。あ、そう、リンボーさんなんかリクエストないんですか。なんか懐かしいの曲とか、ほら、リンボーさんいつも意味わかんない歌は口ずさんでるじゃないですか。じゃあ吉永さゆりの、うん、吉永さゆりの歌を聞きたいね。何でもいいんかい。それじゃあちょっとナミさんに、ナミさんがじゃあリクエストしてください。ちゃんと吉永さゆりだったら何でもいい。うん、吉永さゆりもじゃあいつでも夢をがいい。ああ、いいですね。ヒットした。嬉しいな。ヒットした。ありますね。カラオケでいつもこう吉永さゆり歌うんだけど、さゆりが出た時にもうこう見せてしょうがないでしょ。歌は別にどうでもいい。呼び捨ても気になるし。いいけどサユリストだからね。あ、おー、出たサユリスト。生のさ、ガチのサユリスト、生のサユリストってそうそう最近見ないですよ。初めて会ったかもしれない。はい、じゃあリンボさんからのリクエストお届けしましょう。吉永さゆりでいつでも夢を。ひみっちょさんが飛行機乗るときに寄ってて降ろされない。
はい、お届けしましたのはいつでも夢をでしたね。あのデュエット曲でダメ出しがリンボーさんから出ましたけど、リンボーさん今の曲どうだったんですか？いつでも夢を、いや歌えとは言ってないんですどうだったかって聞いてるんですいいですけど ね、 あのね、だからツイキャス見てる方は分かると思うんですけどね、クッキーモンスター降臨ですもう後でそういう、分かりました分かりました、やります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 よ、もうこれもかじったままうっちゃん投げてみたいなこれめっちゃ苦しいね、面白いですよね。よかった、リンボさん今日よかったですね。たまにはじゃあ遊びに来てください、ね、いやしっかり断りよった。じゃあ断るこっち断る、 い、 やいつも来るためにこれがあればいいパン食いに来んじゃないですよこっち。いやいいよ、あの皆さん、あの何してるのラジオ中ですよ、しかも人の番組ですからね。なんか面白い話もあるの？ああ、ありますよ面白い話。明日の内地行くじゃないですか。ごめんなさい、何で俺らなんで俺らいやいやいや、パスか等しが等しが持って、リンボーさんもよく内地行くじゃないですか。ちゃんとあのマイレージとかって貯めてます？ポイント的なやつって貯まってるかもしれないけど、ね、あ、嘘、あれ結構大きいんですよ。僕も出張多いので、あんまりそういうの気に使って、あの マイルで三振買えばいいじゃないですか。そうそうそう自分がいや買ってきてからあの溜まってるか溜まってないかよく分からんけど、マイレージって一回も使ったと、相当溜まってると思うけどね、結構な額になるしね、三振買えるぐらい、ね、三振買える何ですこれ、水酒ないのか酒飲みたいですか？はい、これ酒飲みたいですそれ金曜日だけにしてください、金曜日もういっぱいありますからではね、はい、あのあんまりあのどうでもいいよ、いやめんどくさいことをしたくないです。あ、力抜いてね、抜きすぎて抜きすぎて当たってるのかな、うん、はい、じゃあもうグダグダなので一旦 CM ありがとうございますどうでもいいよ元気になるわいつきはこれ怠慢だから、いつも本当よね。はい、お帰りください。生放送で事故が起こっております、はい、山ちゃんさんから楽しそう、いつもよりもイントネーションが違って聞き取りづらいけど伝わる雰囲気ねえ、だいや日本語ばっかり使うからおかしくもあるなんか新鮮ですね、やっぱりリンボさん方言って大事ですよね。
は方言って。そうでかいんだろ。そんな驚くことでもない。方言。いや方は大事だよ。方じゃない。方じゃない。面白い。いやこれ地元の言葉をねこうね、まあ、伝道師ですよね。いや何喋ってるか分からない。最初俺もね5分前から目合わせてないからね。エボさんと目合わせて。法と現実らしいし。そうそうそう。方言。方言と。方言と。法と現実。方言と現実。ベッドだから。うん、セックス。で違うやつのね。また一つ次元がね。はい。できたよ。多分ね始まって以来の事故だと思います。やばいっす。事故回だと思います。まさかの年内最後から2番目の放送で事故が起こってます。いやこれさ、いつきのお父さんかさ、さっき出てもらったじゃないですか。いつきはこう怠慢で、リンボーさんとやってたじゃないですか。うん、聞いてた。結構やっぱメンタル鍛えられるね。うん、もう。やふられるやん。いや、ほんと。いや、いつきはよ。うん。僕のこと大好きだったの。あ、うん、でもどっちかと言ったら、そうそう、リンボーさんがいつき大好きだったでしょ。あんまり好きじゃなくて。いつき。おっぱい触らせとか言ってた。言ってた。あれひどかったね。最初リンボーさんとか言ってて、大御所のリンボーさんとか声高々に言ってたんだけど、最後らへんリンボーって呼んでた。まあいいやね。素敵だったね。でも。ね、もうこれがどんなにする、うん、何何急に仕切り出したいやいやだからリクエスト番組ですからねえリクエストあるのそうそうただメッセージとかもいろいろ来るんですよこの番組いっぱいああそう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 あれですかもう一回吉永さんより聞きたいですかもういいよもういいよさっき聞いてなかったですよね食べてましたもんねいや音流れてないしいやいや流れてないし流れてないしこれ大気大気大気はちゃんと口に音流せよラジオマンみたいマジられちゃう初めて絡んだのに。また、いや、マジで年の差40歳くらいありますから。じゃ、いや、一応あの、曲げてるんや。あちゃ、あちゃ。そのうち殴られる。そうそう、あの、うち音は出せる。はい、中の音は。せや。下げられますんで。じゃあかけましょう。かけますか。はい。吉永さゆりで奈良の春日の。さゆり
一番ね、吉永さんの奈良の春日のお届けしました。はい、なんか事故が起こってるっていうふうに思ってるかもしれない、普通に生放送してますからね、いつまでやるんだって言ってますけれども、あと4分ぐらいで終わる、はい、ちょっと終わり、ちょっとはおかしい、それを待ってた、ちょっとはおかしい、それを待ってたんだ。リモさん、来週はもう帰ってきます？帰ってくる、また来るよ、ま、来る、ああ、いいっすね、あ、来週は遠慮してます25日で来れる、25日、クリスマスに帰ってきます、あ、ね、サンタクロス見てますね。ちょうど、あ、行っちゃう、ちょうど行きだと思う。流された。ヒットしなかった。ヒットしなかった。28日、今日、来週28日やるの？ん？あ、27日。27日。僕ら木曜日です。今日木曜日ですよ。木曜日。やっぱ金曜日の可能性。木曜日にするよ。ピストル藤井さん。ちょっと何言ってるか分からないです。なんすかピストル。中ボクス。いやだから今日木曜日、来週の木曜日までしか生放送がないんですよ。だからリンボさん金曜日の番組明日、あ、来週ないですからね。え？28じゃないですよ。じゃないです。明日で今年。21はもう一週間も。27で終わり。27で終わり。あ、28はもう掃除だけですからこっち。掃除だけよ。最低ですね。言ってやってくださいよ。リンゴさん先月ジャズバー付きに出てた時、持ってるジャズの CD 来週持ってくるからよって言って1ヶ月過ぎてるけど覚えてますかって。あれ実は半年過ぎてるんですよ。多分やからフリージャズの世界がどんどん言ってるんですか。ヨーロッパとインドの間のフリージャズを聞かしたいなと思ったけど、聞いちゃうもん。知らないよ。逆に聞きたいわ。なぜか。いや、まあ、そのうち持ってきてください。20代ぐらいに聞いてる。本当にだいぶじゃあ。EM レコードの世界の。大体わからんじろ。いや、まあわかんないと思う。リンボーさんジャズ聞くって意外なイメージがあって。いろんなジャンル聞きます。最初はクラシック。その後からね、古典の。その後からまた。比嘉芳郎。比嘉芳郎。今は比嘉芳郎。最低だね。意味がね。奥さんが大好きって。あ、いいですね。いい夫婦ですか。でも芳郎さん似てるでしょ。やばいよ。とりあえずじゃあ。はい、EMC レコード、はい、世界、ぜひ、じゃあそれちょっとぜひ持ってきてください今度。なんなの、なんなんでそれさっきから。なんなんすかそれマジで。困るわ困る。なんて言っていいか。あまし絶対わからん。いやわかんないから持ってきてくださいって言ってんですよ。聞いてみたいっていうことで。自分で持ってくるって言ったんですよ。そうだね。そうですよそうですよ。あきさみよ。それ以外持ってきてください。これ覚えたよな。あんまり、あんまり歌うから。はい、ということで、2018年残りわずかですがお借りください。324杯目ももうそろそろ終わりのお時間となりました。ね、合同とか言いつつわけがわからない終わりになってしまいましたが、リンボーさん、大吾さん、正規さん、ひとしさん、はい、そして。大輝もありがとうございました。来週はね、今年最後の放送で、来週は合同ですか。後で行ってはい、ということでまた来週元気にお会いしましょう。皆様風邪などを引かないように、じゃんけんポン。はい、終わり。はい、余計です。